ようこそ。まずは記録館はじめ確認完了です。次に遊び館モードを選んでモード決定です。まずは バトルに使うカードをスキャンする。カードがなければグー、カードがなければグーボタンを、カードがなければカードスキャン完了。 V ガチャをセット、 V ガチャをセットしたぜ。 V ガチャパワーチャージするぜ。パワーチャージ完了。バトル準備完了だぜ。遊びたいバトルを選ぶメインバトル、挑戦するステージを選ぼう。ステージ決定。始まりました。うちバトル、舞台はここ大津の市街。さあ君の虫は登場です。レジェンドオブコーチエルクラスワイルカウント、必殺技はパーです。カブトの V ガチセット、トライアスオンズの花火、枝の枯れ赤巻、この花火、これは強そうだ。最高20番、虫がパワーアップだ。相手の虫が登場です。くれないのに赤足クワガタ、必殺技はこっちです。白髪切り、これは強そうだ。ラウンド1、はい、追いかけ発動のチャンスでござる。早くてお主の必殺技の手ばかり見つけもらったぜ。エルクレスオーカーのワンピーグライト、うわ、いっぱい、これは激しい攻撃だ。追撃発生、これは大きなダメージ。2ターン中チームの攻撃力上昇。何、相手は引っ立つ最高決着か。ノックアウトだ。ラウンド2、はい、くらえ、エルクレスオーカルワンピーグライト、これは激しい攻撃だ。追撃発生、これはどうだ。チームの攻撃力上昇。同じやな、おい、赤足クワガタの攻撃、ワッピーグライト、これはどうだ。よかり切り、ダメージが入った。最高決着か。ここで KO、 君の勝利です。君のバトルを虫を網で捕まえよう。な、何、はじめ、レバーで網を動かそう。ボタンを押そう、網を引き寄せ、ノーマルゲット、あと2回、すごい、エスレアゲット、あと1回、よし、ノーマルゲット、終わり。よし、3匹の虫を捕まえたぜ。最後に1枚カード化できるぜ。カード決定、当たる、
拙者がカメラを持ってきたでござる。よし、虫の写真を撮ろう。はじめ、好きなタイミングでボタンを押し、ナイスショット。カード作成中だぜ。私はマスタープラチック。この瞬間を見せてくれ。はじっ、ボタン連打だ。もっともっと連打だ。ここまで。ご進歩、この調子でガンガンということだな。手を上げよう。サンプラリー達成おめでとう。次に遊ぶときはウィズリケットを選んでくれ。ここで追加コインを入れると追加値がもらえるぞ。ではまた会おう。さらばだ。カードができたね。取り出してからカードを取るでござる。お前続けて。